滋賀大学、滋賀大学経済学部、滋賀大学経済学部は、滋賀大学が設置する学部の一つである。1922年に創立された、彦根高等商業学校を前身とする学部で、語学科17講座からなるその規模は、日本の国立大学の中では、最大級。滋賀大学本部及び、同経済学部の敷地内にある行動及び本部旨。 彦根藩の武家の教養と大見商人の精神を体現した資根詳細の伝統を受け継ぎ、広い教養と国際的視野を持つ経済人の養成に取り組んできた。国立大学経済学部において日本最大の規模を誇り、学生数1学年約500名、教員数約80名、5学科17講座を要する日本の一般的な経済学部の枠を超えた。 総合経済学部である。彦根城の石垣跡と、滋賀大学経済学部大学院経済学研究科は、文系大学院で、日本で最初にリスクを研究対象とした大学院としても知られ、博士前期課程に経済学専攻、経営学専攻、グローバルファイナンス専攻の3専攻、博士後期課程に経済経営リスク専攻を設置している。 2010年時点で、国立大学の中で、大学院経済学研究科という名称で、博士後期課程を設置しているのは、旧帝国大学の7大学と、旧高等商業学校の一橋大学、神戸大学、本学の3大学の合計10大学のみとなっている。経済学部は、全国の文系学部で唯一、前期日程より、後期日程の募集人員を多く取っており、 近隣の経済学部において、後期日程の募集が少ないため、近畿、東海県の経済学部後期日程におけるシェアは45%を超える。財布の国内大会で2度優勝し、2010年に米国ロサンゼルスで開催された世界大会では、日本代表として初めて準決勝に進出した。日系テスト学生団体対抗戦でも2連覇を達成。 高等商業学校の面影を最も色濃く伝える一校として知られ、単独で新生大学に移行した小樽昇華大学や、同じく高等商業学校をその起源とする、一橋大学、神戸大学、大阪市立大学とともに、週刊ダイヤモンドや週刊エコノミストで同級位の真の実力を持った大学として取り上げられている。 2014年度より将来グローバルに活躍できる人材を育成するためのコースを経済学部に設置。英語による授業やプレゼンテーションなどの実践的授業、海外インターンシップを行う。コース制は国内学生と留学生で構成され、2014年度、第1期制は国内学生13名、留学生11名の計24名。 滋賀大学経済経営研究所は、社史、団体史、滋賀県関係資料をはじめとする90年にわたり、収集された資料や、旧植民地関係資料、石田記念文庫、彦根高賞観光物、戦前期営業報告書、学校一覧、満州引上げ資料など、旧正彦根高等商業学校時代に関する資料など、長い歴史の中で収集された貴重な資料も多く、 所蔵しており、以下の通り、当該資料の収集、管理に取り組み、研究、教育のサポートを行う。研究成果の公開資料の、公開学生検証論文閲覧室1952年に、博物館法により、博物館相当施設として指定された、滋賀大学経済学部附属資料館は、菅浦文書、中性文を含む中世、近世文書など、 貴重な資料を所蔵している。その事業内容は以下の通りである。資料の調査、収集資料の受け入れ資料の整理、保管目録の刊行、資料の本国資料の公開資料の研究研究成果の発表中正、金星文書経済学部敷地内にある行動経済学部の同窓会は両水会と称している。金融業製造業、流通業情報業、 通信業等経済学経営学会計学社会学法学等ありがとうございます。